左これここやな、イン、イン、あ、ここか、え、あ、そう、あちょっとパニックって思った。普通車1200円です。目的地付近です。大きいね、思ったより。どこでもいいのかな、どこでもいいよ。あ、こっち来いと、こっちに来いと、こっちに来いと。おー、わかりやすい、わかりやすい、わかりやすい、ありがとう、わかりやすいよ。武蔵で買ったチケット200円ほど安いです。あ、寿司の消毒、あれ、じゃあ寿司の消毒、クリア号乗り口ずっとあっちだって。あ、すごいね、広いね。これって水やな。水だ、水だね。あ、快適や。後でシュッと行こう。うん。なあ、あ、俺も俺も俺も。なんかもう中に人が入ってるんちゃうかなって思うよな。ああ、そうなの？あ、お、起き上がった、起き上がった。お、お、お。お、あら、わあ、かわいいな。これはかわいい。あらららら、ら、あ、あ、あ。うん、おー、この足、この足。取ってあげようか、二人で。うん、おー、かわいいなー。ここから行くんちゃうの？うん、あ、もう今止まってる。うん、それ乗る乗る。警察の PR号は11時15分発です。ここか、こっち、ここか。Yeah.
エリアゾーンにご乗車ありがとうございます。これから野生の王国サファリワールドへとご案内いたします。なお車内での禁煙に長い鼻は鼻と上唇が伸びたもので、中には骨がありません。牙はオス、メス共に伸びますが、アジアゾウは定期には1000頭未満まで激減してしまいましたが、現在は保護活動によりオスは渦巻き型の太い角を持っています。アフリカの草原に暮らすオス、灰色がメスです。太くて長い足を持ち、時速50キロで走ります。足の裏は平たくて柔らかく、砂の中に沈まないようになっています。慣れてきましたが、実は頭には脂肪で、食料がないときは栄養源としているのです。近くにシロウリックスがいます。北アフリカ砂漠地帯に住むシロウリックスは牛科の動物。ゆるくカーブした細長い角は長さ 1.2 メートルにもなります。アフリカのサバンナでは、他の動物たちから見張り役として頼りにされているキリン。アドベンチャーワールドは唇を持ち、竹の低い草をむしり取るのに適しています。その代わり、音を集約できるラッパ型の耳で小さな音も聞き取ります。また、わずかな匂いも嗅ぎ分けられる鼻を持っています。これから肉食動物ゾーンへと入っていきます。それから先は肉食動物を脅かさないように、ドアや窓は叩かないようお願いします。そう、パパもカツカレー好き。うん、分かった、OK。
僕はカツカレー食べました。これあれです。1200円です。1200円。まあ、ちょっと高いですね。まあ、しゃあないですね。1200円が、子供も最近なんかお子様メニュー食べなくなって、子供も立派にカツカレーです。二人合わせて1200円。2400円か。まあまあ高いですね。ありがとう、ありがとう、ありがとう。はい。なら食べまーす。はい、ママはこれカレーラーメン？和歌山ラーメン。なんかカレーっぽいね、見た目。和歌山ラーメンってカレーなの？違うやろ。違うかな。もうカレーっぽいよな、これ。そんな。はい、これが大体1000円か。あ、1350。ドリンク込みで1350。おー、すごいね。じゃあ食べまーす。おー、すごい。大きい。すごいすごい、泳いでるよ。すごいな。はい。いやいや、俺かからんでいいもん。
短冊な。あ、すごいね。あ、すごいね。